日本中がむせび泣いた85万部を超えるベストセラー完全映画化。よーはい。わしは世間に出たらあかん人間。ここは不思議なとこでな、だんだん患者という生き物になってきよる。精神科病棟を舞台に心通い合う仲間たちが見せる本当の愛と優しさの物語。事情を抱えてない人間なんていないからね。その矢先、やめろ。院内で起こった一つの事件。来るな。失敗だ。今呼んでて涙出てきたんですよ、実際にね。それ見て内側から鍵が開けられない、外側からしか開けられない閉鎖病棟という、その中である日常を過ごしている方々の話、嘘だけはないです。これは挑戦しなきゃいけない役だなって、前を向いていくというか、温かくこうやってる感じなんですけど。もうやめた、やめや。そして法廷で明かされる衝撃の真実。救いがないっていう話じゃないので。スケールのでかい作品だと、いい本やし、いい映画やなとは思いますね。イエさん、俺だよ、イエさん。優しい映画ですよ、人に。閉鎖病棟、それぞれの朝。11月1日金曜、全国ロードショー。